世界の偉人。02。小説家たちの生き様と作品。世界的に有名な小説家は数多く存在していますので、今回の世界の偉人シリーズでは、世界の偉人02と題した動画を制作いたします。この動画では、個人的なリストにある小説家の生涯と作品について紹介いたします。また、その他の著名な小説家についても、リクエストを受けて別途動画を制作いたします。ご希望の小説家がございましたら、コメントにてお知らせください。動画の最後には、紹介予定、紹介済みの小説家の名前を記載しております。チャンネル登録、高評価、いいねボタン、よろしくお願いします。マーク・トウェイン。1835年から1910年、75年地の生涯でした。大河のように激流を駆け抜ける冒険家、トウェイン。彼の筆は自由の風をまとい、笑いと哲学が融合する。ミシシッピの流れが鮮やかに描かれ、船乗りたちの喧騒が蘇る。冒険と友情が彼の作品に息づき、心を打つ。人間の愚かさと偽善を風刺し、社会の風景を映し出す。ハックルベリーフィンの成長と逃避、トム・ソーヤの夢と勇気が交差する。彼の言葉は皮肉に満ち、洞察力に富んでいる。アメリカの精神がきらめき、自由と平等の理想が燃える。トウェインの存在は、永遠に冒険心を刺激し、勇気を与えん。マーク・トウェインは、本名サミュエル・ラングホーン・クレメンズとして、1835年11月30日にアメリカ合衆国ミズーリ州フロリダで生まれました。彼は4歳の時に一家でミズーリ州ハンニバルに移り住みました。この町とその住人たちは、後に彼の最も有名な作品、トム・ソーヤーの冒険、ハックルベリー・フィンの冒険などの登場人物と場所のモデルとなりました。マーク・トウェインは、19世紀から20世紀初頭にかけて活躍したアメリカの作家であり、ユーモアや風刺を駆使した作品で知られています。彼は17歳で印刷工として働くためにセントルイスへ移り、1857年に蒸気船の水船人に習い、1858年には水船人の資格を取得しました。南北戦争が始まると舟運が激減し、彼は水船人を失業しました。1861年には兄のオーリオンがネバダ準州、現ネバダ州の政務長官に任命されたため、それについてネバダに移りました。その後さらにサンフランシスコに移り、新聞記者としていくつかの新聞社で働きました。その経験が後の彼の作品に反映されることとなります。1869年には、新聞に長期連載したヨーロッパ旅行体験記が、ザ・イノセンツ・アブロード、無邪気な外遊記、地中海遊覧記で出版され評判となります。彼の代表作である、ハックルベリー・フィンの冒険は、南北戦争前のアメリカ南部の社会を背景に、少年ハックルベリー・フィンの冒険を描いた作品です。この小説はアメリカ文学の古典として高く評価され、人種差別や社会の不条理を風刺的に描いた内容が物議を醸しました。また、トウェインはトム・ソーヤーの冒険やプリンスと古事記など多くの人気作品を執筆しました。1870年にオリビア・エル・クレメンスと結婚し、5男1女を設けますが、全員両親に先立ちます。1876年彼が41歳の時、トム・ソーヤーの冒険が出版されます。そして1884年にイギリスで、1885年48歳の時アメリカでマーク・トウェインの最高傑作、ハック・フィンが出版されます。彼の作品は鮮やかなキャラクター描写やダイナミックなストーリーテリングで知られており、読者を魅了し続けています。トウェインはまた、風刺や皮肉の効いた文章で社会や政治の問題に対峙しました。彼は奴隷制度や戦争への批判的な姿勢を持ち、アメリカ社会の抱える問題を浮き彫りにしました。
彼の作品は社会の闇や矛盾を描きながらも、ユーモアを交えたスタイルで読者に問いかけました。トウェインはまた、ヨーロッパや中東などを旅して多くの体験を積みました。これらの経験は彼の作品に生きた形で反映され、異文化や人間の心理に対する洞察を深めました。マーク・トウェインは、アメリカ文学の偉大なる巨星として、その名声を不朽のものとしています。彼の作品は、ユーモアと風刺の絶妙なバランス、鮮烈なキャラクター描写、そして社会的なテーマへの深い洞察力によって、読者を魅了し続けています。彼の生涯は、文学の道への情熱と冒険心に満ちたものでした。若い頃、トウェインは川船のパイロットとしてミシシッピ川を航行し、その経験が後の作品に大いに生かされました。また、ゴールドラッシュやヨーロッパ旅行など多くの冒険を経験しながら、執筆活動を続けました。トウェインの作品は、時代背景や社会の不条理を風刺的に描きながらも、深い人間性と共感を持っている特徴があります。特に、ハックルベリーフィンの冒険は、奴隷制度や人種差別といったアメリカ社会の闇を浮き彫りにし、大胆かつリアルな描写で社会の問題に向き合いました。一方で、トウェインはユーモアと風刺を巧みに使いながら、人間の愚かさや虚栄心を皮肉りました。彼の作品からは、人間の矛盾や社会の構造に対する鋭い洞察が伺えます。そのユーモアと風刺は、読者に笑いを提供しながらも、深いメッセージや社会批判を伝える力を持っていました。トウェインの作品は、単なる文学作品以上の意義を持っています。彼はアメリカ文学のパイオニアの一人であり、多くの作家や文学界に大きな影響を与えました。彼の作品は文学史において重要な位置を占め、その影響力は世代を超えて広がっています。マーク・トウェインは1910年に亡くなりましたが、彼の作品は現代でも広く読まれ続けています。彼の作品を通じて、私たちは人間の本質や社会の問題について考えさせられ、笑いと共感を得ることができます。彼のユーモアと風刺は時代を超えて鮮明なままであり、社会や人間の本質に対する洞察は今日でも多くの人々に影響を与え続けています。マーク・トウェインの存在と彼の作品は、文学界にとって永遠の輝きとなっています。チャンネル登録、高評価、いいねボタン、よろしくお願いします。マーク・トウェインの代表的な作品を紹介します。トム・ソーヤーの冒険は、マーク・トウェインの代表作の一つであり、1876年に発表されました。物語は、冒険好きな少年トム・ソーヤーと彼の友人たちの活躍を描いています。ミシシッピ川の地を舞台にしたこの作品は、子供たちの好奇心や自由への憧れをテーマにしています。ハックルベリーフィンの冒険は、マーク・トウェインの代表作の一つであり、1884年に発表されました。物語は、孤児の少年ハックルベリーフィンが、奴隷であるジムとの逃亡冒険を描いています。この作品は、人種差別や社会の偏見に対する批判や自由への渇望をテーマにしており、アメリカ文学の古典として高く評価されています。プリンスと乞食は、マーク・トウェインが書いた長編小説であり、1881年に発表されました。物語は、王子エドワードと乞食の少年トムの人生と立場の入れ替わりを描いています。この作品は、身分の違いや社会的な役割に関するテーマを通じて、人間の本質や価値観について考察しています。ハックフィンは、マーク・トウェインが後年に書いた続編として知られています。物語は、前作、ハックルベリーフィンの冒険の主人公ハックルベリーフィンが新たな冒険に巻き込まれる様子を描いています。この作品もまた、人種差別や社会の問題について深く探求し、アメリカ文学の重要な作品として評価されています。ヨーロッパ放浪記、ザ・イノセンツ・アブロード小括弧割コロン1869年に出版された旅行記で、
マーク・トウェインが参加した最初のアメリカ人によるヨーロッパ中東旅行の様子が描かれています。彼はユーモアを交えながら異文化や社会を観察し、読者に新たな視点を提供しました。西部旅行記ラフィング・イット小括弧終わりコロン1872年に出版された反自伝的な旅行記で、南北戦争から逃れるためにマーク・トウェインが兄と共にネバダ準州へ向かう様子が描かれています。彼はこの旅行で鉱山労働者や新聞記者として活動し、その経験が後の彼の作品に反映されることとなります。これらの作品はマーク・トウェインの文学的な才能と社会的な批判精神が結びついた傑作として知られています。彼の作品は冒険、自由、人間性の探求など様々なテーマを通じて読者に深い感銘を与えるものです。マーク・トウェイン、まとめ。彼の作品はユーモアと社会的な風刺に富んでいます。マーク・トウェインは鋭い洞察力とユーモアのセンスを持つ作家として知られています。彼の代表作であるハックルベリー・フィンの冒険やトム・ソーヤの冒険は子供から大人まで幅広い読者に愛されています。彼は社会的な不正や人間の愚かさを風刺し、同時に人間の善意や友情を描き出しました。トウェインの人物像は非常に個性的で奔放な一面もあります。彼は自由な思考や個別主義を重んじ、社会の矛盾や権力に対して批判的な立場を取りました。彼の作品はアメリカの社会や政治への風刺を含みつつも、人間の本質や普遍的なテーマにも光を当てています。トウェインはまた自伝的な作品や旅行記も執筆しました。彼のラフィング・イン・ヘルなどの自伝では、彼自身の生い立ちや人生経験について率直に語りました。また彼の旅行記ヨーロッパ放浪記や西部旅行記では、ユーモアを交えながら異文化や社会を観察し、読者に新たな視点を提供しました。トウェイン独自のスタイルと破天荒な魅力を持つ作家として、文学界に大きな影響を与えました。彼は社会的な問題に対して批判的な立場を取りながらも、人間の善意や人間性の美しさを描写しました。彼の作品は読者に笑いと洞察を与えるだけでなく、社会の問題に対する啓発を促すものでもありました。マーク・トウェインの人物像はユーモアと風刺の魅力を兼ね備え、社会的な不正や人間の矛盾に対する批判を通じて、人間の本質や倫理について考えさせる作家として文学史上にその名を刻んでいます。いかがだったでしょうか。この動画ではマーク・トウェインについての情報や作品の魅力をお伝えすることを目指しました。皆さんがその内容に興味を持ち視聴してくださったことを心から感謝しています。動画化されていない有名な小説家など新たに動画制作いたします。ご希望がございましたらコメントにてお知らせください。シリーズで動画予定の小説家、ウィリアム・シェイクスピア、ジェーン・オースティン、チャールズ・ディケンズ、フョードル・ドストエフスキー、レフ・トルストイ、マーク・トウェイン、ジェームズ・ジョイス、夏目漱石、芥川龍之介、アーネスト・ヘミングウェイ、宮沢賢治、スティーブン・キング。以上、作成予定の著名な小説家です。最後までリラックスストーリーズテレビをご覧いただき、誠にありがとうございました。次回作も現在制作中です。まったり、ゆっくり、時々恐怖していただけるよう頑張っております。チャンネル登録といいねボタンを押していただけると、私たちの励みになります。今後も皆様に心地よい時間を過ごしていただけますよう、精進してまいりますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。